はい、どうも皆様こんにちは、毎度おなじみルローの番組女子プロのお家行っていいですかのお時間です。本日は UMK カントリークラブさんに伺ってます。こちらでですね、黄金世代最後の一人ある女子プロが練習をしているということなので、ちょっと行ってみたいと思います。それでは行きましょう。いい練習場ですね。あまり実は出る方もあちらの方でしょうかね。ああ、さすが黄金。練習中すいません。はい、もしかしてあなたは。はい、今年プロテストに合格した中西エリナです。はい、中西エリナプロは1998年5月生まれの21歳。UMK カントリークラブで研修生をしながらプロを目指し、2019年のプロテストに8位タイで合格。そして彼女もまた女子プロゴルフ界を席巻している黄金世代の一人なのです。平成10年5月11日生まれです。21ですね。好きな食べ物は焼肉が、はい、肉が大好きです。宮崎でプロのトーナメントを見に行ってから始めようと思いました。なんかすごい楽しそうだなっていうふうに思いました。もう分からなくて、もうただただ父に連れられて見に行ったんですけど、そこですね。なんかパッティングとかもしたんですけど、もうそこからなんか面白いなと思って始めました。なんかプロを目指してたんじゃないんですけど、なんか結構ちょっと真剣にやってた時期があったらしくて、まあ、そういうきっかけで、はい、ゴルフは好きだったみたいですね。今それ練習されてるのは、まあ、58度ですね、アプローチです、ね、その練習する順番っていうのは、はい、そうですね、下のアプローチの方から練習していって、最後アップドライバーですね。100ヤード以内のショットが得意です。あ、そうです。はい、どこだったっけちょっと覚えてないんですけど、でも最近はプロテストの2時の時に、有馬カンツリーの方で3日目だったかなの時に67が出ました。本当に強いっていうのかな。どうなんですかね、わからないです。なんか緊張とかも無縁なんじゃないですか。いやいやいや、めっちゃ緊張します。どういうせ、わからないです。どんな性格、性格ですか。結構マイペースかもしれないです。自分もよくわからないです。父と二人で練習場に行って練習してました。最初は自分の家にネット練習場を父が作ってくれて、でそこにも芝を張って、でバンカーも作ってくれて、で結構そこで小学校3年生から多分5年生ぐらいだったと思うんですけど、2年間ぐらいはそこでずっと練習してて、多分小6上がる前ぐらいに練習場、地元の練習場に行って、そこからですね、練習本格的にします。まあ一番はアドレスを気をつけてます。アドレス、はい、フェース面をしっかり目標に合わせることと、から肩と腰の向きと、あと目線もちょっと意識してます。自分はこうなんていうんですかね、起き上がって体ごとこうちょっと向いちゃう癖があって、
バラバラになる時があるんですけど、そこをしっかり言い方もうちょっと出ないようにして構えるようにしてます。でも小学校の時もゴルフ漬けだったんですけど、他にスポーツをしてなくて、もう本当ゴルフだけだったので、そうですね、本格的には、うん、でも最初から結構本格的にやってました。は小学校もう3年生の時、始めた時からもう父からは中途半端な気持ちでゴルフはするなみたいな、やっぱりお金がかかるスポーツだったので、また自分は父家庭っていうんですかね、父しかいなかったので、やっぱりそうですね、最初からプロになろうっていうふうには決めてました。体はちょっと柔らかいかなっていうふうにちょっと自信があります。学校でそういう検査があった時に結構行ってました、うん、それなんか気をつけてるんですか。体の柔らかさですか、お風呂上がりになってます。はストレッチは股割りとかを結構したりしてます。じゃあちょっと前屈やってもらってもいいですか。はい、進んでいくかな。無理しないでいいですよ。あ、はい、お、すっげえ。それもう特技です。相当柔らかい。特技ですかこれ。相当柔らかい。20センチぐらい、マイナス20ぐらいでしょ。多分全然余裕でいきます。すごい。でも昔から。なんか結構小学校の時からそういうケースがあった時に、結構自分でなんか周りの子たちより行くなっていうのがあって、ちょっと柔らかいのかなっていう。え、なんか昔体操やってましたとかそういうの。あ、もう全然ないです。ゴルフに生きてるなっていう実感ありますか。結構肩周りとかも結構多分ストレッチとかして柔らかくなったので、そこは、はい、ゴルフに生きてるかなと思います。これ特技になりますか。特技じゃあ使います。ぜひぜひ。高校、はい、入学すると同時に宮崎に来ました。一番は長峰咲選手に憧れて来たんですけど、あとは宮崎のゴルフの環境がとてもいいというふうに聞いてたので、まあ、そこですね。まあ宮崎日大です。初めて会った時がちょっと覚えてなくて、多分中学校2年生3年生の時だったと思うんですけど、なんか日本ジュニアで写真を撮ってもらった1枚あるんですけど、そこが初めてですかね、はい。まあ、名前も有名だったん で結構すごい面倒見が良かったので、一緒にラウンドもしてくれたりとかしたので、一緒に練習してます。まあ近づきたい。はい。まあ、そうですね。はい。なんか鬼がいました。ゴルフの鬼が。ゴルフの鬼ですか。なんか。ゴルフの鬼が。はい。となんか岩が。